コロナ禍で若い人や子どもの間で人気が高まってきているのが釣りです。コロナ禍をチャンスに変えた丹波市の老舗釣り具メーカーの挑戦を取材しました。神戸市立平磯海釣り公園に来ています。休日ということもあって多くのお客さんで賑わっています。あ、来ました。やったー、スズメダイだ。コロナ禍で密を避けられるとあって人気が高まっているのが釣りです。親子連れや中にはカップルの姿まで。今日は休みだったので子供たちと一緒に、はい、これはダメだ。自分が喜ぶのと海の景色が見えるのがあれ楽しくて見てます。あぶねー。恋人です。恋人で釣りデート。あ、そうですね。釣り興味があったんで来ようかなって感じで。多い日には1日400人から500人もの人が訪れますが、コロナ前と比べて客層に変化があったといいます。昔はどういった方が多かったんですかね。そうですね、ご年配の方とか、あと常連さんですね、男性陣が結構たくさん来られてたんですけども、本当に、コロナ禍になりまして釣りを今から始めたとか、カップルでまた楽しもうという方が増えてますね。コロナ禍で釣り人の裾野が広がった釣り業界、メーカーも挑戦を始めています。丹波市三南町にある釣り具メーカー、笹目針。創業70年以上の老舗です。いらっしゃいませ。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。釣り具メーカーの挑戦とは。ぜひお手に取ってください。あ、はいはい。これ針がついてます。そうです、れっきそとした釣り具ですね。釣り具、はい、これ仕掛けってことですか。そうですね。これ仕掛けなんですか。仕掛けなんです。かわいい。頭の先の提灯にクリクリとした瞳、提灯あんこうをモチーフにした仕掛け、謎のあんこうです。やはり当初からですね、提灯あんこうっていう魚がこういうのを出して狩りをするっていうことに非常に興味がありまして、これを釣り具にできないかな。使い方は簡単。提灯部分の針に餌をつけて海に投げるだけです。提灯部分が重りになって海底に沈みます。リールを巻くと提灯の針につけた餌がひらひらと揺れ、魚が興味を示します。播州釣り針協同組合によると、この一帯は江戸時代から包丁やノコギリなどの鍛冶技術が伝わっていました。釣り針の生産量は兵庫県だけで国内シェアの9割を占めるといいます。釣りブームのおかげで今や会社の売り上げは好調。しかしコロナが流行り出した当初は社内にも暗雲が立ち込めていたといいます。コロナ禍で釣り人が増えるっていうことは当初はこちらは一切考えてなかったんです。むしろこの業界もうダメなんじゃないかなと。コロナ禍で皆さんもステイホームと、家にいなさいという当時は風潮だったと思うんですね。やっぱり世の中が暗いなと、いいニュースっていうのがどんどんなくなってきて、今現在もそうなんですけれども、ちょっとやっぱり明るいことをしたいなと。試行錯誤を経て2019年に小田さんは謎のあんこうの試作を完成させました。
現在はいろんな年代や役職の社員が集まり、新作に向けた話し合いなどを行っています。今回は特に考えてない。まあ恋っぽいなんかモチーフというか要素が入ってた方がいいなという意見はあったんですけど、まあ、ヒゲをつけるなり何をつけるなりもちょっと難しいなという感じなんです。アンコを探せやな。素晴らしい、素晴らしい。こういう遊び心がいいですね。いい、いい。メンバーの一人、森脇かなさん。若い女性や子供をファンに取り込みたいと、インスタグラムを使った PR にも力を入れています。SNS でこう謎のあんこうが日常に溶け込んでいる風景だったりとか、こうこんな魚が釣れましたよというのを毎日発信しております。釣り具なのでぜひ釣りには使っていただきたいんですけど、まあ普段使わない中でもちょっとお部屋に飾ってこう癒し効果で楽しんでいただけたらなとは思ってます。小田さんは子どもたちに釣りの楽しさやマナーを知ってもらおうと釣り教室を開いたり、ものづくりの楽しさを伝える講習会にも参加しています。子どもからこんな嬉しい手紙も届きました。釣れなくても天気が良かったとかね、やっぱり空を見上げて綺麗な雲を見ることなんか普段ないわけですよね。釣りっていうのはいろんな楽しみ方があると思いますので、まあ、その一つとしてこういう商品があればよりその一日が有意義なものになるんじゃないかなと、楽しくなるんじゃないかなと思ってます。幅広い世代に釣りの楽しみ方が広がっています。はい、これ本当に釣り具と思うぐらい可愛い見た目なんですけれども、これをですね、皆さんお家でいろんなことに使っているそうなんですよ。これ箸置きですか。そうなんです、これ箸置きとして使われている方もいるんですよね、はい、そしてですね、このような使い方もあるんです。出ますかね、こちらカップラーメン食べますか。カップラーメンの上に蓋としてね、おもしとして使われている方もいらっしゃるんですよ、こちらね、コロナ禍ならではの本当に釣り具の幅を超えた楽しみ方だなと思いました、うん、まあ、アイデアがね詰まってるなと思うんですけども、はい、まあ、新型コロナウイルスこの影響で2年間ですね、私たちの行動がだいぶ変わったと思うんですよね、はい、まあ、そして買うものも変わってきたと思うんですけども、うん、物を作る企業にとってもですね、例えば牛乳もね一時止まって大変でみんなで飲みましょうってなりましたけども、うん、いろんなアイデアをそのニーズに合わせてさまざまな対応をしているんだなという、その一つだなというふうに感じましたね、はい、以上特集でした。